ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。宇宙旅行に行ってみたいわ。魔理沙は行ったことあるかしら？行けるわけがないだろ。どこからそんな大金が出てくると思っているんだよ。いやー、魔理沙はお金持っていそうだけど。まあでもさすがに宇宙に行くことになれば報告してくれるだろうしね。でも、何をもって霊夢は宇宙旅行に行きたいと思っているんだ？それはロマンがあるからに決まっているじゃない。一生の思い出を作れるからだよ。でももし、宇宙飛行中に事故に遭ってしまったらどうする？呼吸のできない空間で助かることができると思うか？宇宙飛行での事故ってあり得るの？聞いたことないんだけど。じゃあ今回は宇宙飛行における三次重戦を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一つ目に紹介する宇宙飛行における三次はチャレンジャー号爆発事故だぜ。1986年1月28日、アメリカ合衆国のスペースシャトルチャレンジャー号が打ち上げから73秒後に分解し、7名の乗組員が全員亡くなった事故だな。打ち上げから1分弱で分解、そんなことが過去に起こってしまったの？ああ、チャレンジャー号には一般人として、高校教師のクリスタ・マコフさんが搭乗したそうだ。彼は宇宙から高校生たちと交信する予定だったそうだが、乗組員7名全員が亡くなってしまったらしいぜ。NASA はこの事故の原因究明のために、海上に墜落した破片をすべて回収し、発射の様子を撮影していたビデオ画像をすべて分析したみたいだな。で、こうなってしまった原因を突き止めることはできたのかしら？可能性のある事故原因をすべて検討した結果、固体ロケットブースターの連結部に使われていたオーリング部分に問題があったそうだ。そこから燃料が漏れて外部燃料タンクに引火して爆発が起こったと、最終的に結論付けたらしいぜ。なるほど、機体の一部から燃料が漏れてしまって爆発した結果、機体が分解してしまったのね。その決定的な証拠になったのが、発射を撮影していたビデオカメラの一台が捉えた、固体ロケットブースターから発生した炎だったぜ。固体ロケットブースターは、主エンジンとは別に固体ロケットの噴射の力によって推進力をパワーアップして、宇宙に飛び出す速度を得るものだ。固体ロケット燃料を挿入した胴体パイプの継ぎ目から、燃焼ガスが漏れないようシールするために使われたのがオーリングだぜ。燃料ガスが漏れないように防ぐためのものが機能しないんじゃ。そりゃ大惨事になるわよね。にしても1分弱で機体が分解なんて、大失敗じゃない。二つ目に紹介する宇宙飛行における惨事はコロンビア号の惨事だぜ。2003年2月1日。スケジュールでは間もなく28回目のミッションが終了する頃に起こった事故だ。スペースシャトルコロンビア号は、テキサス州とルイジアナ州の上空で大気圏に再突入している間に崩壊し、7名の乗組員全員が亡くなってしまったらしいぜ。また7人の方の命が犠牲となってしまったのね。事故の原因に関しても、やっぱり機体の一部に問題があったのかしら。コロンビア号の損失は、打ち上げ時の衝撃で外部タンク表面から、ブリーフケース台の発泡断熱材の破片が剥離したことが原因で起こったそうだ。粉々になったその破片は左の主翼にぶつかり、シャトルの熱防護システムを壊したみたいだな。熱防護システムは再突入の際に大気圧のせいで発生する、強烈な熱から機体を遮るためのものだったぜ。機体の一部が壊れて、その破片でさらに悪化させてしまったのね。まさに負の連鎖だわ。ああ、コロンビア号がまだ軌道上にいる間に数人のエンジニアがその損傷に気づいたそうだ。だが、NASA のマネージャーたちは、コロンビア号の乗組員にはその問題を修復する手段がない、という判断を下し、その調査自体を制限したらしいぜ。この事故についてコロンビア号の事故調査委員会は後に、シャトルをアトランティス号で救出できた可能性はあったと結論付けたみたいだな。救出できる可能性はあったにしろ、実際に搭乗していた人たちからすればなすすべなし、って感じよね。こんな喜ばしい最中に悲劇が起こってしまうのは残念でしかないわ。三つ目に紹介する宇宙飛行における惨事はヴァンガード TV3 ロケット爆発事故だぜ。この大惨事が起こったのは、アメリカが初めて人工衛星の打ち上げを試みた1957年のことだったそうだ。1957年12月6日、ロケットヴァンガード TV3 は地上から 1.5 メートルほど離昇した後、バランスを崩して落下し、爆発してしまったらしいぜ。また爆発してしまったのね。しかもこの機体には燃料を搭載していたため、その爆発はとにかく甚大な規模になってしまったそうだ。アメリカの宇宙開発計画始まって以来の大失敗に終わり、この失敗によりアメリカ国内ではヒステリー状態に陥ったらしいぞ。その一方で海外メディアでは茶化して報じられたみたいだな。茶化すのは良くないと思うわ。ちなみにどんな感じで茶化されてしまったのかしら？スプート貼ったり肉やスプートガラクタ肉、スプートポンコツ肉なんて言われていたらしいぜ。ひどい言われようね。大きな期待があったためにここまで言われてしまったのかしら。四つ目に紹介する宇宙飛行における惨事は、
タイタン 34D級 ロケット爆発による KH-Q20 衛星破壊事故だぜ。この事故は1986年に起きたそうで、先ほど紹介したチャレンジャー号の事故から数ヶ月後のことだったみたいだな。数ヶ月後って、NASA にとっては本当についていない年ね。ああ、しかも運んでいたのが約10億ドルの KH-Q 偵察衛星だったそうだ。10億ドル、日本円で考えたらいくらよ。まあざっと1750億円くらいだぜ。やばすぎるわ。事故原因は単純で、打ち上げの8秒後に、固形燃料式ロケットブースターの一つが爆発したことによるものだったそうだ。この爆発により超高価な衛星が破壊されたのみならず、打ち上げ台にメインの液体燃料式ロケットの推進剤が散乱したらしいぜ。結果、どこもかしこも毒性のある推進剤まみれになったみたいだな。そりゃあの大きな機体を飛ばすとなったらたくさんの燃料が必要だもんね。費用も高いのはわかるけど、さすが20億ドルはヤバすぎるわ。5つ目に紹介する飛行中における惨事はプロトン M ロケット墜落だぜ。2013年7月2日、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から発射後、打ち上げ約17秒後にエンジンに異常が起きて墜落してしまったそうだ。17秒ってさすがに早すぎるでしょ。時期で言うと、まだ打ち上がって拍手している最中じゃない？本当にそれくらいの時期だろうな。上昇中、姿勢制御ができずフラフラと頭を振り、低い高度で発火炎上しつつ地上へ激突し、大爆発を起こしてしまったそうだ。発射台のごく近くに落ちたらしいんだが、幸い人的な被害はなかったみたいだぞ。ただ、燃料が有害なもので、周辺住人への健康被害が懸念されたって話だぜ。まあ犠牲者が出なかったのは不幸中の幸いだけど、有害物質となると、周辺住民からしたら、とんだ迷惑よね。6つ目に紹介する飛行中の惨事はタイタン 4A20 ロケット爆発だぜ。アメリカ空軍が運用していた衛星打ち上げ用使い捨て型ロケットで、1989年から2005年まで用いられたものだな。これに関してはどういう事故だったの？爆発したってことは名前を見てわかるけど。この爆発事故が起こってしまった原因として打ち上げロケットの誘導システムが、ショートサーキットによって短時間リセットしたことだったそうだ。明確なコントロールを失ってしまったせいで、ロケットが前のめりになり、バランスを崩してしまったみたいだな。なるほど、確かにロケットのバランスが崩れてしまうのは致命的よね。ああ、固体ロケットブースターの一つが乱暴に破壊され、前につんのめり始めたロケットの主要部の崩壊が起き自滅してしまったそうだ。それから間もなくして、別の固形燃料も同じように自己破壊したらしいぞ。2秒もしない間にそのミッションは終了し、アメリカ国家偵察局は人工衛星を一つ失ってしまったってわけだな。素人の私たちからしても、ロケットのバランスをいかにして保っているのかがわからないから、正直何に問題があったのかを言われても理解しがたいね。ただ、間違いなく膨大な費用がかかっていると思うし、想像以上の大打撃だろうね。間違いないぜ。7つ目に紹介する飛行中の惨事はロケットアリアン5爆発事故だぜ。1996年6月4日午後12時33分、アリアン501型ロケットが、打ち上げ直後に爆発したものだ。打ち上げ直後に爆発してしまうケースがこんなにも多いと、最善の準備を怠っているんじゃないかって思ってしまうわ。同ロケットはヨーロビアンスペースエージェンシーと、アリアンススペース社が長期にわたり熱心に開発を続けてきたものだったそうだ。ちなみに、その開発には80億ドル以上の費用が費やされたと言われているぜ。たっか、事故の原因は何にあったのかしら？アリアン501型ロケット打ち上げにおいての失敗原因は比較的簡単に発見されたらしいぞ。それは、同ロケットの飛行制御システムに採用されていた管制照合装置に、指令を与えるコンピュータソフトウェアに欠陥があったのが原因だぜ。なるほど、システム内でオペランドエラーが発生してしまったのね。どうしてそんな知識を知っているんだよ。まあでもそういうことだぜ。オペランドとは簡単に説明すると式に登場する数値とか変数とかのことで、その数値に異常があったということだな。制御システムに関しても、故障を想定して万が一のために予備の装置を設けていたらしいぞ。難しい話だけど、もし予備装置がしっかり機能していれば問題はなかったということ？そうとは断言できないが、可能性はあったかもしれないな。そしてオペランドエラーを察知したシステムがダウンしてしまい、正確な飛行データの転送が行われなかったみたいだぞ。これらの話をまとめると、技術の進化とともに複雑化するハードウェアやソフトウェアの作動テスト等が、十分に行われていなかったということだぜ。なるほど、宇宙事業においてのハードウェアやソフトウェア開発には、莫大な時間、人で、費用が必要になるもんね。まだまだ未知の世界といえる宇宙への事業において成功を収めるには、以前の成功に溺れてはいけないわ。各事業段階においての綿密な検討作業や十分な試験を行うことが重要だし、宇宙産業がこの事故から学ぶことは多かったかもしれないね。
いきなり専門家みたいになるの、やめてほしいぜ。解説役、この際だからチェンジするか？いやいや、マリサの方が知識あるんだからこのままでいいわ。勉強になるし、続けてちょうだい。なんかちょっと上から目線なのが腹立つぜ。まあ次に行くぞ。了解。八つ目に紹介する飛行中の惨事はロケットデルタ2爆発事故だぜ。このロケットは、アメリカ合衆国の人工衛星打ち上げ用使い捨てロケットのことだな。これも爆発事故か、どんな事故だったの？1997年1月17日、デルタ27925は最初の GPS 衛星ブロック 2R を搭載して打ち上げられたそうだ。GPS 2R1 は打ち上げてから13秒後に爆発して炎上し、その破片はケープカナベラル空軍基地の第17射場全体に降り注いだらしいぜ。空軍の射場に降り注いだ、負傷者とか犠牲者は出てしまったの？いや、負傷者はなく、射場も深刻な破壊はなかったらしいぞ。ただ、複数の車両が破壊され、建物が損傷したみたいだな。犠牲者がいなかったのは良かったわ。で、こうなってしまった原因は何にあるのかしら？これは後に、補助ロケットにおける、17フィートの亀裂が原因だったとの結論が出たそうだ。約5メートルの亀裂で、その亀裂は固体ロケットモーターの外装上に一気に広がったらしいぞ。そして、数秒後に推進装置に重大な構造的損傷を与え、そのためロケットに組み込まれていた安全装置が自動的に作動してしまったってわけだな。安全装置が誤作動してしまうだけでもこんな事故につながる恐れがあるのね。いかに成功するのが難しいか理解できるわ。9つ目に紹介する飛行中の惨事はロケット調整3号爆発事故だぜ。1996年2月14日、飛行中だった中国の調整3号 B ロケットが墜落してしまうという事故だな。中国のロケットもこういった事故を起こしているのか。ああ、あまり報道はされなかったものの、SNS に投稿された動画を見る限りかなり危険な状況だったらしいぞ。調整 3B は1月11日に打ち上げられ、高分解能商用リモートセンシング衛星口径1号の3から4号機を軌道に送り込んだそうだ。しかし、その4つのブースターのうちの1つが山村付近の山中に落下し、轟音とともに大きな火柱を上げたみたいだぜ。そうなのか、こうなってしまった原因は何だったのかしら？しかも村が近くにあったってことは、かなりの犠牲者が出たんじゃ。ああ、村一つが壊滅して500名以上の方たちが犠牲になったみたいだな。ま、マジか。中国のロケット打ち上げ施設は冷戦時に建設されたため、可能な限り国境から離れた場所にあるんだ。しかしそのせいで打ち上げたロケットのデブリが、施設周辺の市街地付近に落下する危険性は避けられないんだよ。原因としては管制プラットフォーム内部にあるサーボループに必要な、電源モジュールの出力が不足したことが原因だと判明したらしいぜ。じゃあ出力が誤ったせいで、ロケットが違った方向に飛んでいってしまったのね。そういうことだぜ。ただ、中国も安全性について何も考えていないわけではないぞ。新しい調整5号および7号ロケットについては、南シナ海の海南島にある打ち上げ施設を使用して打ち上げるようになっているみたいだな。だからもし落下するときは海に落ちるようになっているらしいぜ。だからといって安全確認や最善の準備を怠ってはいけないよね。やっぱり人間の手で作っているものだから、いきなりトラブルになる可能性もあるし。そういったことに関しては今回紹介した飛行中の事故に限らないな。成功を収めるためにも、入念に確認することが大事だぜ。よし、次の紹介で最後だぜ。にしてもこんな危険な事故が過去20個もあったってことが衝撃ですけど。まあ確かにそうだな。最後の10個目に紹介する飛行中の惨事は、トーラスロケットのグローリー打ち上げ失敗だぜ。2011年、4億2400万ドルがつぎ込まれた NASA の地球観測衛星は、フェアリングの分離に失敗して全損したという発表がされたらしいぞ。フェアリング？ロケットの先端部分の覆いのことだな。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、3段目の燃焼まで無事終えたそうだ。だが、ペイロードフェアリングを分離できず、グローリーを所定の軌道に投入できなかったらしいぜ。なるほど、簡単に言うとロケットが離れなかったのね。そういうことだぜ。ちなみにこういった失敗は2年前に、NASA とオービタルサイエンシズ社が同じ原因で失敗しているらしいぞ。その経験から今回は、新しいペイロードフェアリング及び分離システムを導入していたみたいだな。でも失敗してしまったのね。というかグローリーって何を指すものなの？グローリーは重さ約 530kg の地球観測衛星のことだ。高度約 700km の軌道上から2つセンサーを用いて、太陽エネルギーと大気中のエアロゾルが地球の気候にどのような影響を与えるか、などを観測する予定だったみたいだぜ。まあ失敗で終わったんだけどな。へえ、やっぱり説明を聞いていると専門的な知識がないと理解しづらい部分はあったけど、いかに成功させるのが難しいかがよくわかったわ。もちろん宇宙旅行に行くための旅客機の事故ではないが、
空を飛んでいる最中に機体が破損すれば助かる可能性は相当低いってのはわかるよな。そういえば、あの有名な前澤社長がそろそろ宇宙に行くわよね。ぜひ、無事に帰ってきてほしいけど、私が参加することってできるのかな？無理に決まっているだろ。ちなみに今回紹介した事故は、動画で視聴することができるから、気になった人はぜひ見てみてくれ。ということで宇宙飛行における三次重戦を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。